のテーマは自己分析です。話してくれるのは古田翔子プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。弾ける笑顔と美しい投球フォームが魅力の古田プロ。古田さんの長所はどこですか？はい、そうですね、結構明るいところって言われますね。はい、でもすごいいつも笑顔のイメージあります。ありがとうございます。嬉しいです。せっかくこう私と一緒にいる時間をこう楽しく過ごしてもらえたらいいなと思ってるので、多分それがこう明るいところにつながってるのかなと思います。逆に短所はありますか？そうですね、なんかその一緒に過ごしている中でうるさいってよく言われます。もうなんか多分喋るボリュームもだんだん楽しくなってくると、もうなんか上がってきちゃう、大きくなってちなみに、はい、ボーリングでの長所はありますか？ボーリングってこう基本的には自分でこう、はい、投げる競技なので、うん、他の人があの点数出てても、うん、まあ自分は自分って思ってます。ボーリングでの短所はありますか？まあ、そう思う反面、うん、こうなかなか切り替えれないんですよね、うん、なんかさっきミスしたしなとか。克服法とかありますか？そうですね、もうそのボーリング自体はやはりこうメンタル的なものも大いに含まれるので、うん、しっかりと練習して自分に自信を持つっていうことがまずは大事だと思うので、うん、はい、まあ、ひたすら投球することですかね。古田翔子は明るく楽しくがモットーです。